皆様お久しぶりでございます。本人はすぐ近くにおります。カメラの機材上の都合もあり、今日は引き気味で代理の猫さんに出演してもらっています。久しぶりです。今日はその前にこちらの YouTube の動画をご覧くださいまして、皆様本当にありがとうございます。おかげさまで皆様もうご覧になられましたでしょうか。以前の動画で YouTube の、その動画のことについてお話をしたときに、登録者様数が142人1人だったかな、そのたくさんの方のご登録があったってことをお伝えしたと思うんですけども、あれから1年ぐらいは経ちますけれども、いつの間にかもう20名様ぐらい増えまして、もう150人をとうに超えて160人になっていました。本当にご覧いただきましてありがとうございます。何分当動画は不定期で、でしかももう下半期は動画はあまり飽きないというスタンスでおりますので、それでも見てくださる方には本当に感謝しております。さて、その皆様のためにちょっと何かプチ企画みたいなことをちょっとしてみたいと思って、以前動画で動画に入れる音楽作りの話についてトークしたと思うんですけれども、あれから全然全く練習しておりませんでした。練習していなかったっていうよりかは仕事がちょっとなかなか皆さんのように有給がちょっと使えなかったりっていうか、こうなのでちょっと本当に突発的な動画でしかちょっと撮られないんですけども、ずっと音楽を練習しないでいるのもちょっとどうかなと思って、今日は久しぶりに試しにもう全然練習してないので、もうど素人の演奏になるんですけども、久しぶりにオカリナを持って曲を演奏したいと思います。何の曲か聴いてくだされば分かる方がいらっしゃったら幸いです。最後はちょっと外しましたけども、ヒントは、この夏初映画化されるという映画のその序曲の演奏でした。皆さんファミコンはご存知の方、もうほとんど、私の動画見てくださる方は30代の方から、意外と10代20代も多いんですけどね、
あの、まあ、ただ、まあ、30代40代って意外と4、50代の男性の方がご覧の方がもうあのちょこちょこあの多いみたいで、 ありがとうございます。で、まあ、その年代の方だったらまあファミリーコンピューターって言うんですけども、ファミコンのことを、まあ、そのとあるソフトの、まあ、ゲームサウンドの曲のテーマソングを演奏していました。まあ、ちなみにまあ、こちらの曲はもう本当にいろんなその BGM として、まあ、普通に使われてる曲でもあるそうで、まあ、とある音楽隊 の演奏のオープニングマーチ曲としてとかだったり、まあ、学校だったら軽音楽で演奏したこともあるよっていう方も多いんじゃないでしょうか。まあ、本当に私は軽音楽に所属してなかったので、まあ、こんな演奏しかできなかったんですけれども、たまには曲の演奏をして、まあ、こう和んでいただけたら、まあ、それだけで幸いです。今後、まあ、その動画は、まあ、先ほども冒頭に申し上げましたけれども、まあ、下半期は、まあ、今やっぱり仕事の関係も都合上も兼ね合いもあり、まあ、なかなか上げづらい状況ですけども、まあ、もし何か企画ができるのであれば、なんかプレゼント企画とかしてみたいですね。ずっとちょっと今調べてみましょうか。以前最後にプレゼント企画をしたのが確かそれでしたでしょうかね。結構だいぶ前にしていたかとは思うんですけれども、あ、見つかりましたね。最後にしたのが2017年の1月の30日ですね、みたいですね。2017年の1月にプレゼント企画をしてましたね。まあ、今年はするかしないか、まあ、もしできればちょっとしてみたいなと思います。まあ、なんか、まあ、抽選方法は、まあ、9時とかで、まあ、収録外でやって、で、まあ、当たった方にはその、まあ、YouTube の そのメッセージ機能、もしくは、まあ、そのメールアドレスで何か当選の発表とかできればいいなと思ってはおります。まあ、まあ、まだ決定という事項ではないので、しないということも十分考えおりますので、まあ、もしまたそのような企画が開催を刊行しますという運びになりましたら、皆様にお伝えしたいと思います。160人っていう、まあ、160という数字、150という数字はなかなか私のような一般でつくっていうのも本当に申し訳ないぐらいだなと最近感じてもいるので、まあ、そういった所感の動画をお届けいたしました。そういえば結構動画もいくつか出てますよね。まあ、皆様は当動画でどのような動画が一番楽しかったでしょうか、面白かったでしょうか。まあ、ちなみに意外と牛乳パックでスツールを作る動画が本当に見てくださる方が意外に多くて、
僕の動画も人気だったですし、まあ、あとはやっぱりその、まあ、防災への意識がやっぱり高い傾向の方が多いのか、こういったその非常持ち出し袋の動画も私上げてるんですけども、まあ、こちらの動画も見てくださる方が意外と多いです。もっと昔の動画に遡ってみましょうか。あ、でも意外と、まあ、トーク動画もあのなんか面白いのか見てくださる方があの多いみたいで、あの、まあ、見てくださる方がいるだけでもいらっしゃるだけでもすごくありがたいですね。昔はそのコミケの動画とかも上げてましたね、まあ、意外とまあちょっとあの再生回数低いんですけどもあのこれはまあ本当に今自分私としてはあの、まあ、すごくネタ的に作ってみた動画ではありますけども、こちらはあの、まあ、ぜひあのコミケとか行かれたことがない方とか、まあ、ぜひあの、まあ、東京ビッグサイトあの国際展示場駅、まあ、イリカモメの駅ですかね、東京の、まあ、今はちょっと駅名とか駅そのものがちょっと変わってなんか乗り場改札口が変わってるっていうのもなんかあるそうで、まあ、お出かけご予定の方はちょっとまあ周辺の施設のそのまあ外境などをまあ要チェックしていただければなと思うんですけども、まあ、初めてコミケに行ったその動画がすごく思い入れは深いです。まあ、確かに。あのアップロード日が8月になってるんですけども、夏に行ったのですごく暑かったですね。まあちなみにこちらの動画は2015年にあのコミケに行ってますね。あのお盆の期間、まあでもこれは以前は、まあ、3日間の会期だったんですけども、今年は4日間ですかね。でしかも、まあ、その今回コミケは、まあ、令和初っていうこともあって、まあ、今までは入場無料っていう運びだったらしい だったと思うんですけども、まあ、その会場入場施設料っていう関係で、入場料がなんか必要っていうふうにちょっと聞いたことがあります。まあ、またコミックマーケット自体はそのコミックマーケット準備会っていうそのサイトがなんかご用意されてるみたいなので、そちらをちょっとご覧いただいてはよろしいではないでしょうか。こういった動画も上げてますね。本当にいろいろ動画とか上げつつは、まあ、いるんですけども、最近はちょっとネタもちょっと詰まってきてもういたりとかして、 あんまり上げられてはいないんですけれども、まあ、最近はカメラの撮影自体にもちょっとまあ、本腰っていうか上げるようにもなってきたりで、まあ今年下半期はその新しい作品作りにもちょっと取り組んでたりとかするので、まあちょっと最近はそれにちょっと注力をしていたりとかしています。まあ、なのでその意味兼ね合いも兼ねて動画のアップロードがちょっと下半期できないかなとは思うんですけども、もしも先ほど申し上げたプレゼント企画とかもしできればあげたいなとは考えております。ちょっと話が長くなりそうなので、そろそろこの辺りで止めようと思います。大変拙い演奏でしたけども、お聞き苦しくなりまして大変申し訳ございませんでした。もしよければまた他の動画もよろしければご覧ください。動画の、まあ、サイドの方にメニューバー、まあ、ツールバーなどいろいろご利用いただいて、また探してみてご覧いただければと思います。それでは皆様、良いお盆、夏、
夏祭りをフェスをお楽しみくださいませ。では。